はい、じゃあアフタートークですよ。わー、はい、塚本瑞穂ちゃんですね。えい、瑞穂ちゃん、やっぱね、うん、またまちょっとね、来てもらいまして、マスク越しでもにこやかですね。ですね。どうでしたか？緊張しました。緊張しましたが、楽しんでいただけましたかね。タイトのね、ドラムなので、あ、ね、でもね、今ちょっと話してましたがね、まあ、ショイ君にお弟子ちゃんだったってことで、ね、素晴らしいドラマーのお弟子ちゃんということで、うん、頑張ります。ね、なんか、別に聞くこともないんだけど。最近どんな活動してるの？は、サポートが、弾き語りの女性の曲とか、ロックバンドのバックとか、うん、やってます。ああ、そうか。幅があるね。幅があります。弾き語りの女性は何ていう人なの？は、佐喜町田っていう、うん、まあ、全然インディーズの方なんですけど、うんうん、弾き語りとドラムだけ？は、弾き語りやってる人がバンド編成でやってる時にやってます。そうなんだ。普通にライブハウスで今どれライブやってる感じ？今は月 1,2 とかになっちゃってますね。それ配信とか？そうです、配信とか、まあ、有観客でもやるんですけど、でも8時までに終わらせる。あ、やっぱそういう感じなんですね。そうですね。大変だ。いやね、頑張っていってほしいななんて ね、頑張ります。ね、早くね、あの黒地にピンクのラグのセットを作ってもらってね。逆とかね。あ、逆、ピンクに黒もありだよね、女の子って。そうだね、すごいね、それありだね。境で作ってもらえないよ。境で。で、じゃ白のセットはうちにあります。あ、そうなんだ、最初に使ってたのね。あ、そうか、そうか、そうか。ではあって、使ってる。使ってます、ワンマンとか。うん、そっかそっか、いいね。いいですよね。これからも頑張っていってください。頑張ります。ありがとうございます。おじさんたちも超陰ながら応援しております。陰ながらってなんだよって言って、応援しろよって。頑張ります。ね、ありがとうございます。俺たちが陰ながらならわかるんですけど、うんうん、ファンの人たちが陰ながらって言って、どうも応援してくれよ、応援にならないよって、恥ずかしい、陰ながらじゃなくてみたいな、どうも応援してくださいよって言って、陰ながらじゃ応援にならないよ。ね、そうですね。堂々と、じゃあ堂々と応援してくださいって言って、ごめんなさい。僕らがか、ね、同業者が陰ながらならわかるじゃないですか。ね、ファンの人の陰ながらってなんだよ。こんな感じで塚本ちゃんでした。はい、ありがとうございます。はい、イエイ、ほい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん。